とお疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ともございますもう、ノッティングヒルの恋人をみんなで見てきてからの今日の、みんな宿題で見て、今日の授業だったんですけれども、はい、改めて見て、非常にいい映画だなと,と。なるほど。いうの、ん、と、はいな。何度見てもやっぱり感動するんですよね。うん,うんうん。で、それが何なのかっていうのが、こう、 まあ、いかにうまく先劇が組み立てられていたのかというのが、今日三宅さんに解説していただいたことだったんですけど、はい、うん。めちゃくちゃ授業も面白くてですね、講義も面白くて。あそうですか。はい。嬉しいですね。うん。よかったです。うん、よかった。よかった。もう、なんか、なんでしょうね。ああ、好きな、またやっぱりこう好きな映画だなと、また今日も思ったんですけど、<laughs> うん、いや、それで、いや、全然、あの、DVD 持ってなかったんで、うん。僕はちょっとこう、あの、 あの時間なくて、こう、字幕版で見ちゃったんですけど。うんうん、で、まあ今日も帰り、ジャッジタやりっていうか、あの、吹き替え版の入ってる DVD を見ようかなと思ったりして、うん、なんかいろいろ見てたんですけど、なんか、アマゾンで見るともう本当にこう、例えば、ヒューグランドが出てる映画とかも、うん、あのリ、リライフリライフなん今のあ、ブルーレイあるからでもここで買っとこうと思ったんですけど、5000円ぐらいして 4,、うん、4600円かな、うん、あら、そうなんですね。 DVD とかもなくなんか要は,要はそのソフトがあまもう売ってないんですよね。はいはい、まあそっか、そういうことか。そういうことなんですよ。うん、でも、もちろん、ノッティングヒルも DVD じゃ買おうと思ったんですけど、アマゾンじゃ売ってなくて。あれですね、つまりその違う言い方なんでしょうけど、増刷みたいなことがされてないってことなんですね、<あ>つまり。そうですね。あの、うん、廉価版に多分落ちてたと思うんですよ、900円で買えるとか。 それさえももう在庫がないような。そういうことですね。追加のあれが進んでないってことですね。進んでないと思うんですよ。ソフトが売れなくなったってことですね。そう思うんですよ。その見た目的に。例えば Amazon で言うと。で、プライムで見れるとかあるんですけど、はい、プライムも変な話、そのレンタル400いくら、購入500いくらではい、はい。データでね。そう。そうすると購入になっちゃうんですよね。なるほど、そうか。もう時代が変わりましたね、完全にね。データで買うんですけど。 うん、それ思った途端に、いや、ノッティングヒル、すごい大事な映画だったよ、うん、やっぱりと思って、うん、今日の授業も聞いて、講義も聞いて。だからちょっと、ツタヤとかに行って、その、レンタル落ちでもいいから、うん、DVD を回収,回収しないとっていうのがちょっと今焦ってるところですね。<laughs> なるほど。レスキューしな,なレスキューしなきゃっていう、その。今でもあると思うなよ、みたいになっちゃってるわけですね、ノッティングヒル。ノッティングヒルが。 そうか。あんな普通のメジャーな映画なのにねっていう。うん、で、そのやっぱりその、のあ、やっぱ大切な映画だったんだなっていうのを改めて、その講座を受けて、改めて思いました。そうですか、うんうん。なんかこう、その演技とか、その、えー、とヒューグランドとか、そのスターですよね。えー、スターのこう、で見てたような感じもするし、でも、なんかこう、渋い演技。 そういう人たたちが揃ってたりとか、うん、派手じゃない脇役の人たちも愛,愛すべき感じでしたし、えー、それも相変わらずはいいなと思いながら見たんですけど、でもやっぱりこう、作劇までこう、なかなか思いをはせてなかったっていうのがあ、あ<ー>そこが面白かったんです、今日は。うん、そうに、面白かったんです。あよかった特にあの、やっぱりあれですねその、今日後半におっしゃっていただいてた、そのあの、 スター2人がその配役されててこういう話だってなった時のターニングポイントになりえるかなりえないかみたいな話がありましたよね。はいはい、なんかあの辺とかも改めて面白かったんですよね、すごく。うんうん、あの結局、作劇って企画に依存してしまうのでその、うん、企画の眼差しっていうものの方向性から逸脱することは不可能なんですよね。うん,うん、うん 企画性っていうものが構造を生んで、構造が構成を生んで、構成がセリフを生むわけで、<laughs> どうしても <coughs>、そこはある程度狭まってしまう。で、やっぱりまあ、ローマの休日のフォロワーでしょっていうふうに、まあ、まあ、パッと見見える、ね。見える。ね。で、まあ、それは大きくは間違ってないわけですけれども、まあ、実際オマージュのシーンもあるわけで、うん、で、なんだけど、確かにそのある種安泰な、その、 企画の枠組みっていうものが、どれだけあのサッカーの自由を,を呼び込んでるかというか、で,、まあ、でも一方でその、その枠組みの中で、なんつったらいいんでしょうね、それを破壊しようというような、あれが見えないんですよね、全くね。つまりその枠組みを、うん、リスペクトしてるというか、そ,そ,それ自体は信じていて、うん 信じているんだけど、同時にモチーフになっている、その女優とね、まあ、大スターの女優と凡庸な名もなき中年男の恋っていう、その、まあ、逆シンデレラストーリーみたいな、夢のある楽しい時間を提供するというコンセプトっていうものを、全く疑ってないんだけど、うん、盲目的なわけでもないっていう、そのはい、むしろどちらかというと、結構あの戦ってるというか、その、うんうん なんつったらいいんだろうな。あの、相当攻撃的だなっていう印象を受けるんですよね、僕は。あの、ある、そのあるっていうか、うんまあ、はっきり言うと、そのジュリア・ロバーツのキャラクターライズですよね。ジュリア・ロバーツが演じているアナ・スコットっていう人物の、作劇場の取り上げ方ですよね。うん。で、それがまあ、ともすると、あの、 ウェルメイドに、まあ、見える作劇技術が満載だったりもするもんですから、そのどうしてもあの作家さんって <laughs> 会話の妙ばっかり注目されがちで、キャラクターのね、そのまあ、ある種小説的な、そのはい、あるいは逆にそのコラム的なというか、エッセイ的なというかね、そういうその人間のほんのちょっとしたその あのおかしみみたいなものであるとか、そこに、義備みたいなことですね、ペーソスとか、そういうようなところが際立っているタイプの作家さんだから、どうしてもそっちにフォーカスが合いやすいんですけども、あの実はもう相当な技術者なわけですよね、その,でその技術っていうのが、まあ、随所に、まあ、その、うん、トミガネのように、明確に脱線予防のものを抑え込んでいるにもかかわらず、 だからこそ逆にそこの一個一個のシーン構成であったり、うん、まあシーン構成は相当巧みだと思うんですよね。で、やっぱその、あのまあ、誤解を恐れずに言うと、ある種演劇的というか、変な話、どこにカメラがあっても成立するようなあのシーンの作り方を、まあ、していますよねうん、うん。諦めないというかその、これでこのシーンの役割終わったねって言って、畳もうとしないというか、その、 楽しンの中でもう一粘りする、もう二粘りするっていうようなで。それが単なる遊びではないっていう。で、じゃあ人間のそういうこう、機微みたいのをちょっとくすぐって終わってんのかつと、そう、必ずしもそうではないんですよね。それだけじゃないですよね。その、やっぱり大きな枠組みを動かしている駆動部の一つとしての機能としては、もうしっかり落とし込むものは落とし込んでいるっていう。で、どういうわけだか、そういう話がある。 あんまり出てこないわけですよね、その。語られるときに、この作品を。そうなんですよ。つまり、ローマの休日との比較っていう話であったりはあるし、うん、あの会話がっていう話にはなるんだけど、うん、その、作劇という観点をもう少し掘り下げるっていう形での、そういうああいう王道にまあ見える。はい、だいぶ歪んでると思いますけども、本当は。うん、その、うん まあメガヒット作品ですよね、いわゆるね。はい。メジャーの。メジャーな、ドメジャーな作品ドメジャーなね。うん、で、まあ、超有名な人が出てて。出てて。っていうのをね、うん、どういうわけかね、うん、うふうに、あれ、どういうわけなんだろうなと思うんですけどなんでだろうあんまそこに興味がいかないのかなんなんですかね。あの、 いや脚本の妙とかね、うん、あの、はい、いうフレーズを見かける割には、そうん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 。そうですね、な,なんで、その、そこをもうちょっと踏み込んだ話にならないんだろうっていう、つまりじゃあ逆に何をもって脚本の妙と言っとるんだろうかというか、はい。はい、いや、僕は単純に、だから、やっぱりノッティングヒルってもう古いから、99年なんで、だいぶ前、若い時ですけど僕、僕見た二20代だったと思いますけども、 まあよくできてんなっていうねあの、嫌味なぐらいよくできてんなと思いましたけども、1回目はそう思ったんだけど、やっぱり2回目見たときに、あの相当変なことやってるぞっていうか、あの,あ,<ー>あの、つまりウェルメイドに見える技術っていうものの中に個性もあるし、 でもちろん単体で存在しているシーンのストーリーの展開に貢献しているわけではないんだけど、人物の関係性を掘り下げていくっていうシーンとしての機能も見事なんだけども、そもそも論としてそのあの考え方ですよね、あの話の。どうしてもポスターとか宣伝とか、まあ、なんならクレジットもジュリア・ローバーツ、 ヒュー・グラントみたいな感じなんですけど違うんですよね結局その <laughs> ヒュー・グラント扮するウィリアムっていう人間の視点で、まあ、描くつまり主人公は間違いなくウィリアムであって、うんうん、ヒロインではあるんだけれどもそのジュリア・ロバーツ扮するアナ・スコットっていう人物はあくまでもヒュー・グラントからの眼差しで観客に提示するんですよね情報全部。 つまり、ヒューグラントが介在していない場面のアナ・スコットの描写っていうのが、まあ、事実上、皆無なんですよね。うん。あれ、すごいんでしょうね。その、の言われて気づいた、うん、時に。そう。言われて気づきましたよ。うん、たこれはと思って、でだ、で、そうなってきた時の、あの、やっぱり、この、普通だったら TP、ターニングポイントになる位置っていうのを、 もう思いっきり前に倒して、で、ガンガン最初進めていく。そのガンガン進めていくときに、まあ大抵の場合、あのー、まああの映画を批判的に捉えたときの論調として、そのやっぱりアナ・スコットっていう、そのジュリローバーが、ね、現在アナ・スコットが、 あのなぜ恋に落ちたのかがちゃんと描かれてないっていう、そのつまりうん、うん、作り手側がそのことを忘れている、見落としている、もしくはサボっているっていうような論調で語られるわけですね。うんうん、多いんですよ。そういう場面が結構見るんです。しかしながらあの、つまりもちろんそれに気づいてないわけでは当然なくて、つまり見落としてるわけ。うんうんうん そななそううでですすよね、うん、そうですねだって小説とか漫画とは違って、あのー、ブレーキをかける機構がシステムとしてあるわけで、うんはい、描けてないじゃんっていうものを描けてないっていうことが問題視されている状態のまんま撮影に入るってことは絶対にありえない <laughs> だからシステムの構造上ありえないわけですよねつまり個人芸術じゃないからないからですね ってことを考えると、そこには意図というものが明確にあるわけですね。何かしらの意図が。例えば、それが思い通りにならない何かが起きたとしても、それを受け入れる意図というものが絶対に存在する。で、あの、じゃあ何なのかな、これはと思ってった時の、あの、その役者のノンバーバルの表現っていうものの中に、エピソード化されてない目論みっていうものが、 ヒョンと入ってきちゃうんですよね、あの映画は。それで、結構ギョッとするわけですよね。その、考え方としてはもう完全に、その、ヨーロッパのソフトストーリーとか、あの、単管のね、ミニシアターで、エイトショーでやってるような、はいあの、インディーの作品とかに近いというか、まあ、マンブルコアに近いと言っても、過言<ー>ではないぐらいのことを、いですね、実は後半でヒョッとやるわけですよね、さらっとその、はい。 で、それに対して、やっぱりさすがなんですよね、ジュリア・ロバーツが、その、の体現の仕方っていうのが。つまり、そこがエピソードになってないのであの、描写されてないとされがちなんですよね。つまり、物語の中の貢献度としてカウントされにくいわけですね。エピソードになってないと。うん、特にエンタメ作品の場合。うん、ところが、エピソードになってないからといって、描写されてないかちょっと違うわけなんですよね。つまり、そこには、 その役を背負った俳優が、その役のその時のシーンの気持ちとしてそこにいるのが映っちゃってるわけで、はい、そうすると、あのあなるほど、だから、こういうことを、あのつまり誤解を招くリスクとか、誤読を呼び込むリスクっていうのを、百も承知でやってしまうという、あの英断ですよね、やっぱあのプロジェクトの。 だからそれ思いついた脚本家おめでとうもあるけど、どちらかというと、それにゴーサイン出たことおめでとうですよね。あのうん、なるほど。うんうん、だから、それはあの、ものすごいシンパシーを覚えるんですよ。あのうん、僕は基本的にラブコメって本当にね、テレビ用に何本か書いたぐらいであの、自分が監督したりとか長編ではやってないわけですけど、まあ、ドクターではやってるか。うん でもまあそれは誰かのサポートでなわけで自分印としてはあんまりねその短いやつ以外はやらないんですけども嫌いじゃないですよ嫌いじゃないジャンルだけどもただどちらかというとホラーでそのモッティングヒルでやってたのことに近いことはやってきてるって何度か。ううううんんんんだからやっぱりそれはそのつまり見落としているっていうつまりそ,そこの作劇場の欠陥っていうふうに早がてんされがちな。うん、あのー 手法ででもあるんですよねこのノッティングヒルで前半分で前半部でそのアナ・スコットっていう人物のをどういうふうに捉えていくのかっていう描写の積み方がはいところがあのまあでもところがそうじゃないんだっていう風に描写されてたっていう風に見えるかっていうとまたそれもあの <laughs> つまり万人向けのコンセプトの中に 万人向けではない、あのー、アプローチがしれっと入ってくるもんですから、はいそ、つまり最初から万人向けじゃありませんよっていうコンセプトの中に万人向けじゃない手法が入ってても、うん、まあそうだよねって言って、そ,のうん、それに対してレーダーが反応しやすいわけですね、観客の中でね。うん、でどちらかというと、混乱を呼び込む恐それがあるやり方をしてるわけですよね。うん ここがででも最高に面白いわけですね僕はノッティングヒルはウェルメイドという面においても面白いと思ってますし教科書になりうるというくらい作家性だけじゃなくて実は技術の作品だと思ってるんですけども、うん、一番僕があの映画に惹かれてる理由はそこなんですねそのアナ・スコットっていう人間を、はいあのー、要するに分からせるのは簡単なわけですよね作品。 うん、みんなプロだから有名な人も無名な人もプロでご飯食べてる脚本家っていうのはじゃあどうするとそのこの人物が共感を得るのかとかどうすると、まあ、共感を得るはともかくとしてその何を考えているのかとかそのどこで考えがシフトしたのかっていうようなことはあのエピソードとして描けばいいだけの話だから簡単なんでしょうそれは。でしかもああいうその大きなレールが敷かれてる企画の場合 選択肢もある程度限られてくるから、うんね、別にそんな難しいことじゃないわけですね。で、それを見落としてるんじゃなくて、やんないっていうことをやってるです、ね。やんないでいうね。そう。うん、で、やんないというやり方をしてるんですね。うん、つまり、やんないっていうのが、投げっぱなしにしてるんではなく、切り捨て算でもなく、違う形でやってるってことがだんだんわかってくるわけですよね。はいうん、で、そこです。そこがやっぱり、モンストロスリリングなんですね、あの映画は。そのうん,うん、うん ドゥワッとなるっていうね、その、はい。いや、これはすごいぞっていう、その、だから、そこの、その、ある種の悪巧みというかね、あの、あ<ー>つまりね、うん、あの、それにちゃんと答えるジュリア・ロバーツの、その、メジャー、メジャー枠組みの中の壮絶にマイナーな、あの、<laughs> 芝居の表現をしてるわけですよね,あそこ,でねでこれは結構いろんなひ女優がとかがあのジャンル映画の中で時々あの個人の戦いとしてやる人はいるんですよ。うんなんかこのままだと流れちゃうからあのここにこのキャラクターの人間味っていうこれはエゴじゃなくてね本人はエゴのつもりはなくて 作品,ね、作品の中で、作品の中でこういう心理に多分なってんだけど、ここにエピソードとして表現されてないから、それをあの芝居の中に取り込みますと、その表現を。こ、うん、の考え方は面白いですねっって取るわけですけども、映ってるものは違和感なんですよ。な、うんでかっていうと、うん、エピソードになってないからなんですね。その つまりそのレイヤーをダブルレイヤーの状態にして芝居をやるわけですね。その A 面のレイヤーがストーリーに貢献している表現で B 面のレイヤーが内心の表現なんだけどその内心がその演者が表現しようとしていることを拾うエピソードがないんですよ。その展開の中で。うんうんうん、他に他のところですよね。そうそうそうだから極めて現実 的な状態が唐突に映るんです、ね、そのつまりある種作為的な、あのー、誘導っていうものを積み重ねてる新構成の中にちょっとこうあのー、現実が紛れ込むような感じ<いや> <laughs> で僕はね大学 <laughs> <ー>的なのだと思うのはやっぱピースメーカーっていう映画のああピースメーカーって知ってます <laughs> ミミレラっていう人が ずっとテレビの監督さんだった人、女性の監督さんで、ER とかのチーフの人ですけども、はいまあ、長編映画を初めて撮るってことで、ドリームワークスの設立されて最初の一本目だったと思うんですけど、ピースメーカーっていうアクション映画がですね、簡単に言うと。うん、えっと、テレビでいつも組んだジョージ・クルーニーの主演作。うん、で、共演がニコール・キットマン。で、まあ、ものすごい簡単に言うと、核弾頭が盗まれてテロリストに。で、それがどっかで爆発させようとしてるから、見つけて止めなきゃいけないっていう軍人の。 クルーニーと核物理学者のニコール・キットマンの、まああの喧嘩したりしながらみたいな話です、簡単に言うとね。で、うんまあ、ある種規定路線ですよね、つまりその最終的にクライマックスは止めるか止められないかしかないわけですよね、もうそうなってくると。はいはい、で、そうするとあの最初衝突して、で、真ん中ぐらいで一緒に乗り越えるのがあって、で、焚き火囲んで。うん で、えっと、一回なんか裏切りが、反転があって、で、クライマックスで走らなきゃしょうがないですね。それで、止める、止めないがあって、まあ、ギリギリ止める。で、最後は、お口直しっていうことになるじゃないですか、そのこう、うんうん、で、別にこう何にも問題ない。それをいかにすく見せていくかっていう話なんだけども、うん、はい、ね。あとニコール・キットマン氏は、はい、あの、それこそ、あの、先週の前回の話したかもしれないけど、メソッド。 ババリものすごい有名なアクティングコーチについてる人であのめちゃくちゃ内面から作る人なんですよね実はね。結構ねいい演技をなさります、ね、いい演技するんですよ、うん、要するに体がタッパがあるし、うん、見た目が華やかだからあのどうしてもそういうタイプ華やかなエンタメ系のやつの仕事もたくさんやられてますけども実は結構なその。 ソフトストーリー的なというか、その、はいはい。その、ピースメーカーの中で、その、か物理学者の、その、まあ、まだ若き頃ですから、まあ、本来の能力よりも、あの重責を担うことになっちゃうわけです。その、その、盗まれた核弾頭を見つけなきゃ、みたいな。時間もないし、みたいな。 うん、それを指名されて、その軍人の大佐と一緒に組めて、その軍人の大佐にお前が指示出してくんだみたいなことを言われた時の、うん、で、その彼女が早速周りのチームに指示出していくっていうシーンがあるでしょ、最初始まってどんぐらいだろうな、10分も経ってないかな。で、その時の <laughs>、ニコール・キッドマンが、まあ、すごい顔するんですよ、ほんでこ、これが素晴らしい。えー えー、これがまあほんとすごいすごい顔をするんですよ今日のそのジュリア・ロバーツのあそことちょっと通じるんですけどそのものすごい焦ってるものすごい焦ってるんだけどその焦ってないふりをするというかそので清いもあるで,そので高揚感もあるその自分が思いがけない重責になことになったんでそこで頭が真っ白になってんだな今っていうででもどんどん指示を出していかなきゃいけないって言って こうキリッと平気なふりをしようとするんだけど、あのー、隠しきれないその、つまり精神の、なんていうんだろうな、あのー、パイをオーバーしてるっていうんでしょうかその、はいはいはい。っていう顔をするんですよ。これがあの、エピソードとして誰も拾わないわけですよ。その例えば、その、上官がお前には荷が重すぎるかみたいなのがないわけです。あるいは あんた、あの、なんていうのかな、こう、ど不う,うなんじゃないみたいなエピソードがないんでしょ、うん、で、本人もそれで悩むみたいなエピソードが用意されてないんでしょそれは、どんどん進んでいく作劇になってるから。はいはい、だから、このシーンがどう見えるかっていうと、どうしたのって。うんうんうん。あれ、この人どうしたのって見えるんでしょ急にどうしちゃったの急にどうしちゃったの、うん、なんでこ、この人なんか、あの、 パニックを起こした人みたいな状態になってるんでしょ。で、これがもう素晴らしくてですね、あの、はいはい、あこれはもう最高だろ、この人だと思って見たんですけども、ただ、あの変なわけです。ジャンル映画の 秩序っていうものの中で進行している作品の中に、ふ、うん、っとそれが、で、またずっとや,るやらないから、彼女も、その、慣れてったっていう体にして自分を納得させて、うんうん、時間が飛んだシーンでそれやらないわけでしょうね。で、別に撮影の初日がそのシーンってことも映画だからないわけで、全部わざと考えてやってるわけですよねってことは分かる、わかるんだけど、うんうん、あの、なんていうのかな、こう、あの、間違えちゃってるように見えるんですよ、芝居を。<laughs> 難しいそ<う>なる何か「下手なの?」っていうふうに下手すると見えるぐらいあの, <laughs> のなんつうんだろうなこう,こうち,ょちょっとパニックになってる人みたいな状態の顔が映るんですよね。ねそこが、まあ、最高に面白かったんで面白かったけど結局脚本の流れっていうものを当然変えるわけにはいきませんから。 流れに乗っかっていくってなると、シーン自体の機能的役割が明確な場面になればなるほど、やることとの選択肢っての俳優は減ってくるわけですよね。うん,うん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 。だから、そういう意味では彼女が見つけた好きなんだと思うんですよ。そこはその、つまり、この人物が大きく大きな一歩を踏み出す瞬間の場面である。で、それによって、これから大海原に出ていかなきゃならないっていうことの高揚感や。うんうん 膝が実は震えてるんだけどそれを机の下で隠して他の人もバレないようにして演技をしようとするんだけどわこぼれちゃってるみたいなことまでをやろうとしたレイヤー芝居だと思うんです。でおそらくそれはなんかもうゴリゴリのジャンル映画の監督とかめちゃめちゃマッチョにあのそこのシステムっていうものをこうもう最重要にしている監督とかだったら「何やってんの?」っつってそれ余計なことしないで いいからっていう風に、らしくや演じてくれればいいからって多分言って抑え込んじゃう場合だと思うんですよ。で、そこが、うんうん、おそらくは、その耳ミミレザーとこの役についてすごくしっかり話し込んだ結果、あのあでもその心理は分かるっていうことで、それがまあフィルムに定着したということなんだと思うんです。で、やっぱりね、こういうジャンル映画の中にこういう考え方が持ち込まれるとね、 僕は大好物なんですけども、うんうん、まあただジョーズ4なんかがいつも言うやつです自分が作ってきたものの中にもありますけども、うんまあ、簡単に言うと、受け入れられないわけです。<laughs> <laughs> <laughs> いや、そのなんですか、受け入れられなくなっちゃうってことですよね。そうですね。うん、あ<ー>いや、うで、まあ、まあ、で実際、ピースメーカーは面白い映画で。うん あのでまあ、まあ途中、まあ、昔ね、吹き替え特集のラジオにも言いましたけど、はい、この彼女のバックショットでね、自分の判断ミスで何人か亡くなってしまったと、そのヘリコプターの乗員が。でだけど、事態が進行しちゃってる上に、自分がチームリーダーだから、指示を出さなきゃいけないんだけど、その亡くなった人のリストを見たら、一人一人のキャリアが分かっちゃったと、つまり何歳で、何人家族で、何人が。うんうん 趣味でみたいなことが分かっちゃって、そのリストを自分が受け止めなければなんないっつって、その、ふっとそのチームリーダーとしての,その役割っていうのから、ころっと崩れちゃう瞬間っていうシーンがあるんですよ。これはエピソードになってるわけです。うん、その、うんうん、弱ってる。で、その弱ってる彼女に対して、あのー、その、あれがあの、ジョージ・クルーニーが、ちょっとだけ肩に触るんです、彼女に。 <laughs> でもそれ以上の関係じゃないわけです。そこでラブシーンになるわけでもないし元気出せよっていうほどの関係でもないし今やんなきゃいけないことも分かっててでもそれがしんどくてあいっぱいいっぱいになってるのも分かってるけどしっかりしてくれないと困るんだよってことも全部ひっくるめた手で触るだけの芝居をジョージ・クルーニーやっててこれもまた大変だと思う。でジョージ・クルーニーが去ってってって残されたニコール・キットマンの背中っていう長いカットがちょっと長めのちょっと。 ちょっと間があって、でそこで彼女が、そっと背中で立つときに、機械版が素晴らしくて、もう聞こえるか聞こえなくぐらいの声で、よしって言ってるんですよ。そ切り替えるんですよね、散々泣いてあの、自分がもう弱っちゃって。 でも部下に指示出さなきゃいけないっていう時の背中がねちょっと引きの上であってねスッと立ってよしって言ってパッてこっち向いたらもう演じてるわけですリーダーをそのどこどこに行って大統領に連絡してなんとかでかんとかでみたいななんとか地点を封鎖してみたいなことも、まあ、ここは本当に素晴らしいんですけどもこれは明確に表現されてるんですよなぜならそういうエピソードだからですよねうんうんうん、うん、エピソードになってるからですねそういうことですねうん、うん、ああなるほどそういうことなんですよ あのシーン良かったねなわけですよ。その、そういうシーンだからと。つまりもう作劇の中にそれが入ってるからです。でもさっきの指名を受けるシーンは <laughs>、その要素が、あのエピソードとしては消化されてないわけですね。ないか。そうだ、ないよでも彼女としては一貫性を保とうとしてやったことなんだと思うわけですよ。でね、やっぱこれは、あの、 ソフトストーリーでは、まあ、普通に日常茶飯事のことですけども、うん、ジャンルの軌道というものの中に入ったときに、こう、まあ何でしょう、あの、戸惑いを読むわけですよね、簡単に言うとね。そうですね、見てる人がね、あれあれっていうね。<laughs> そう。で、実を言うと、ノッティングヒルはウェルメイドっていう言葉がり語られて、はい、で、その、なんだけども、 あの恋に落ちる瞬間っていうものがっていうような話にすぐまあなるわけですよ、ね。なる。うん、いや、違うじゃんっていうね。その <laughs> はい。違かったですね。いっていう,ねうわっていう。<laughs> そうそうそう。恐ろしいことやってんなーっていうね。ああ、なるほど。うん。いや、もう全然そうだよと思いましたし。だってみんなあの,あの場面好きだしね。 あそこのね、後ろの方,の,後ろの,方の。いや、あれはね、あれは、あのー、すごいですよ。あれはもう、あのー、申し訳ないんだけど、戦いだと思うんですよ。あれ、二人名前並んで出ちゃうから、その、常にどうも戦いだとは思うんだけど、はい。完全勝利ですよね、彼女いやー。これもう、手も足も出ないっていう感じですよね。もう、これ、はい、はすごいっていう。はい、うん。 ただ、エピソードとしてはそこはそんなに拾わないわけで、その、つまり文字通りそり、彼女のセリフっていうものが、あの彼を後に変えるっていうふうに組まれているわけですが、うわ、入れてきたっていうねその、うわ、入れてきたよっていう感じがね。 で、それはじゃあ脚光にないことを乱暴にやったのかっていうと、そこがちょっとそのさっきのピースメーカーのシーンとは意味が違うところで、うんうん、あそこでああいうふうにやることであの、重要な作戦が実はコンプリートすると、削撃の狙い。という計算があっての冒頭。 6分、7分でしたっていうことが、まあ、あそこで分かっちゃうわけですよね。それでもううっう、うーん。てそうか。なんかもうね、<laughs> そうなんですよ。見るたびに、あそこで、あの後ろの方のシーンで、必ず僕あのジュリア・ロバーツ大好きだと思うんですよ。あれはそ<の>低いもんだって。そうですよね。だから、その、<laughs> なんだろう。そうなんですよね。うん、もうなんかね、なんかすべてが今日分かりました。なんでこんなに好きなんだろうって。いや、あれはね、 あれはすごいですよ、あの芝居は。もう、あの。いや、だから、その、どうしても、そこから先の、あの、畳んでいく感じありますね。一人一人が、はいあの、愉快な仲間たちが、あの、援助行為っていうものをして、見せ場っていうものを。まあ、よくある流れですね。あの、うん。脇のキャラクターの伏線というのが一個ずつ回収されて<収><収>、一人一人が小さな成長っていうものを、 主人公の背中を押すという形でバトンがどんどん渡っていくというやつですね。駆け、うん、止めのクライマックスみたいなことですね。カメラを止めるのの。カメラを止めるののねそのあの。撮影女子の女の子のズームの話とかがだんだんこう畳まれていくみたいな感じになっていくわけですねロ。ノッティングヒルの愉快な仲間たちのね。まあ、それはこういうのありますよね。はい、盛り上がります。でも、それはエピソードがそうなっているということですよね。そと、うん、いうふうにエピソードが組まれているから。 えー、演者はそれを的確に演じることもできるしそこにグッときちゃうわけですよね見てる側はそのあこいついいやつだとかんそうそうかそれに対して妹が叫ぶあの妹の叫びでまたちょっとうるっときちゃったりなんかしてででベラっていうキャラクターのねそうベラが元カノだって分かっ,た分かってしまったがゆえにやっぱりそのベラの見え方がそこからかその前から変わる <laughs> 変わる。 わけで、っていうのを、まあ、それがやっぱ、こう、だんだんキャラが、こう、物語の中で役割を果たしながら、一個一個サブプロットが畳まれていくっていう醍醐味ですよね。で、本当のメインのコンフリクトっていうのが、最後残ってますね。どうしますかつって、ゴングがカーンってなるわけですけど、うん、大体恋愛、うん、場合は、その、 殺し合いみたいなもんないねい本当は愛し合ってる2人っていうことになってるけど、俳優的にはもうこれはもう戦い、椿三十郎のあの子いつ抜くんだみたいな、どちらに好きみたいなことなんですよね。そうですね。そうですよね。いや、死闘です。決闘ですね。決闘ですね。しかしながら、 ある種のそこはもう規定路線なんですね、あの映画に関してはね。だからやっぱりその前なんですよね、やっぱすごいなっていうのはね。うん,う,んうん。うん。だから結局最後に関しては、もうアナ・スコットの役割も、そのウィリアム・ナニガシの役割も、まあもう要はやれる、やることがもうなくなってきて、もう本当にあと一つしかやることはないっていう。まあ、それはまあ王道の成功してるクライマックスってのはそういうもんなわけですけど、はい、ああ、なるほど。うんうんうん。 だって、ね、すべきことは1つっていう、だから説明がいらないっていうかね、もう言葉じゃないんだよっていう、まあ、だから一言のセリフが大事になるんだみたいなことだと思うんですけども、うん、まあ、じゃあ、この映画の中において、このジュリア・ロバーツが演じているアナ・スコットとは、その何だったんだ、究極的には何の役割だったんだってことを考えていったときに、まあ、恐ろしい目論ろみがやっぱ見えてくるわけですよね、こう。うんうんうん 脚本家で、それを分かってるからああいう取り方になるし、それに対して、ここが勝負ってことよねって返す彼女っていうその,、はい、のはね、やっぱしびれますよねっていう。めちゃくちゃかっこいいですね。っていう話をあんま聞いことはない。そうなんですよ。 <laughs> いや、めっちゃくちゃ面白かったですよ、だから。そうだもんってい描いてないわけじゃないもん。そんなわけないじゃないですか。だって、その <laughs>。だから最初にね、その最初に、あれ、うん、って、その、なんでって思う、その違和感、それは違和感を植え付けてるんだよってことですもんね。その その違和感って何,何だろうってことですか、ね、そ,そうです、そうですで、それがあの非常に面白いのは、あのエピソードとして、っていう違和感があったでしょう、で、それはこういうわけだったんですよというふうに仕込まれてないっていうことなんですね。うん、で、うん、じゃあ困るじゃんかってことだと思うわけですけど、いや、まさにそれが今回の,あのさ作品の、あの、書き手の裏テーマというか、その勝負どころだったと思うわけですね。うん、つまり、うん、あの、 じゃあ、依頼されてやったにしても、持ち込みだったにしても、ハリウッドスターと名もなき凡庸な中年男の,あの夢のような恋物語を、うん、ワクワクキラキラ、と時に笑い時にほろっとする感じで駆け抜ける123分のものを仕上げてください。もしくは仕上げます。ってなった時に、じゃあ、長くその映像業界にいて、で、演劇もやってきたっていう人が、 その俳優を主人公という設定にしている中で、特に女優ですよね。その20代の。で、いろいろ商品もされてしまう。で、その消費も利用していかないといけない。そういう女優が、ね、その凡人に恋をするという話をやるときに、いや、わかるわ、この人女優だけど、私たちと同じ人間なんだね。その あのこんな風に苦しんでるんだって見せるのなんていうのはもうね、赤子の手をひねるがごとく簡単なことなわけじゃないですか、脚本家からすれば。そう描くと。でも、そうはしたくないんですっていうことなわけですよね。そうですよね、そうそう、うん。で、それは、それをやったら、あのアウトなんだっていう、その、ことですよね。その、そうじゃないんだ。だって、その、 つまり、まだランボー4とかに非常に近いと思うんですね。そのあなたたちが見てきて、あなたたちがね、キャーかっこいい乱暴2とかつって、燃えるとか言って、うん、そのあなたたちに支えられた公共収入ではありましたが、あの、実は乱暴が敵にやってることってこういうことだったんですよっていうのって、想像してましたっていうのを、 なんで今になって見せるんだっていう、その虫にこう複雑なこう <laughs> 気持ちになる、奇妙な映画なんですけどラね、乱暴法はね、はい。非常に近いものを感じるというかね、まあ、ジュリア・ロバーツがまあ事実上、あの、うん、ランボー最後の戦場みたいな状態、まあ違いますけどね、そのノッティングヒル見てない人は、ジュリア・ロバーツがなんかこう、人をミンチにするシーンなんてありませんけども。でも、やっぱりそれが単純に、これだと私おいしくないじゃんとか。うん あのこれをエピソードにしてくんないとあの、なんていうの、演じ替えがないじゃん、じゃないんだよっていうのが、うんの、それを彼女もエージェントも所属してる事務所も肯定しているっていうことに僕はものすごい豊かな印象を受けるわけですね。簡単なんですよねあの、それっぽく演じることなんて、分かりやすく、その。 どうせ分かんないんだけど、その、分かりやすく、こう、なんていうんですか、こう、かわいそうな人とか、こんなふうに見えるけど、実はこうなんですみたいなのは、もう本当にもう、もう映画なんて詐欺みたいなもんですから、その、<laughs> だ嘘つきですから、脚本家とかみんなそうですよ。それだって、嘘なんてもん全部っていうね。で、嘘の話を、あのその、見てる人の誠の感情のように、 うん、人が楽しむで実際誠の感情になっていくでそれがその人の現実の生活の潤いにつながったり、うん、ちょっとした息抜きになったりする、まあ、エンタメってそういうもんだと思うんですけどもだけどここは譲れませんとその,その女優っていうでここまでのスターになった、まあ、劇中スターって設定なんですけどもアナ・スコットっていう人間が、あのー、何を考え うん、なぜこういう行動を取るのかっていうのはあのそれを分かったように描いて分かったつもりになんだよっていうそのそれはそ,そういう簡単な話じゃないからあそこでこういうセリフが出てくるあそこでこういう激した反応をする、うん、で逆に言うとここで嘘のように穏やかな表情になるっていうようなことなん、うんうん だよねっていう、あのー、まあ、完璧な、こう、なんていうんですかね、あの、計算じゃないんですよね。あのー、意思なんですよね、明確な、こう。うん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 。そっか、計算で作ってるというよりも、意思なんですね。意思なんですね。意思の強さがそうさせているっていうことが、あそこの,あの後ろのあの場面で、突然、こう。 にじみ出てしまうんですね。ジュリア・ロバーツのレイヤー芝居によって。でそ,のそのレイヤー芝居がまあすごいんですよねそのあの。あそこまで見えたらあの突っ込みたくなるだろうなって思うぐらいのレベルなんですよね。あそこまでにじみ出てしまったら。あの 彼が動揺しないのがおかしいっていうぐらいまでのレベルのものを出してくるんですよね。うん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 。だあれは結構大変だったんだと思うんですよ、ヒュー様は。あの、目を少し反らすしか多分ないよなと思うんですよ、その。はいはいはいあ。あの顔されちゃったら、あの顔されちゃったら、あの次のシーンでその走り出す理由まで行くわけじゃないですか。だけど、一回あそこでリリースしなきゃいけないですよね、その。うんうん リリースしなきゃいけないけど、いや、だからあれですよ、その僕の,あのプロット講座で言うと、あのー、マ、ま、ノちゃんが、はい、はい、はい。で、それに対してルーさんがっていう、その、まあ、逆か。ルーさんの反応を見てて、マ、ま、ノちゃんが反応して、マ、ま、ノちゃんがルーさんの反応を呼び出してつ、絶対だったらラスト変わっちゃいましたっていうやつありましたけど。ありましたね、ありましたね。<laughs> <laughs> あれが起きかねないぐらいの、あの、うん ところ、ギリギリのところですよね。うんうん,うんうん。リアルバーじゃこう、あそこで何テイク取ったのかわかんないけど、よくあの顔をキープしたなっていう、あの、いや、もうすごい、すごい顔だなっていうね。うんうん、すごいですよね。 最高ですよね本物,本物だって思っちゃう。本物なんですよね。<laughs> 本物が映ってますっていう。<laughs> 本物だって思っちゃう。本物のアナスコットがつ,ついに映ってしまいましたっていう。うん。あそこまで本物だと思うってことは、やっぱりだから冒頭のアナスコットっていうのに戻って考えるとってことですよね。そ,そうなんですね。だから冒頭のアナスコットがサングラスをしているけれども、あの、あの ここまだ多分アナ・スコットの中であれが表面に出てくるところまで、あのー、行かないぐらい何て言うんだろう、あのー、コンプというかリミッターがかかった中での生活なわけですよねある程度リラックスできる環境だったとしてもあの冒頭のシーンがだったとしてもそこをあの私はアナ・スコットですと言い張れるゆとりっていうものを残してる中に、うん、こう注射器の針刺したように キュー様の要素が注入されていったっていうことですよね。それがじわじわ効いてきたっていうのが、次のシークエンスですよね。多分、そのオレンジジュースからのくだりですよね。はいはいはい。で、それは多分表面にまだ出ないんですよね。その、だからわからないっていうふうに、そうう。っていうのは、まあ当然なんですよね。あのー そうなんですよ、ねと、当然なんですよ。見えないんですよ。本人が、<laughs> 多分そ,そこまで壊れてないから、まだ、その、うんはい、まだ、まだ、その、鎧着てるからですよね。で、で、一方で、その、彼女の、その、に、ある種、振り回されていく、ウィリアムの、その、探偵ですよね。つまり、その、一個一個ファクトを発見してて、 どうなんだ本当のとこはって話でもあるわけじゃないですか実はその、はい。はいそうですね。うん、だそれで言うとまさにあのまあそういうのが見たかったわけじゃないっていう論はわかるんですよそのつまり恋に落ちる瞬間をキュンとさせてほしいんですよとラブコメ好きとしてはっていうのはわかるんだけども <laughs>、うん、あの大事な部分を。 あのー、描くの忘れてるんじゃないかではないってことつまりそれを大事だと思ってないというプロジェクトだったのですと、なんとというね、その別のことを大事にしていたのでしたっていうことの痛快さですよね。わおっていうね。すごく責めてらっしゃる。 詰めめててててるっっさんんが感じたってこととですすねいいやーせめてんなと思いますだからそれはもうその全員グルなわけですからね。あのー、<laughs> 全員がやってるわけだから、もちろんそれは宣伝するときにそこを拾う必要はないわけですね。宣伝の足で的になるから。うん、だけど、あのー、こいつらって思うわけですね。そのうわー、こいつらっていう。もう本当だからミッション・インポッシブルとかオーシャンズ・なんとかみたいな。うん 痛快さを覚えますよね、やっぱ、あの、うん、あその、あみお見事に、まんまと、<laughs> まんまとや,や,りやってね、なんかこう、そのまますっと去っていったような、逃げちゃったみたいな、感じの痛快さを感じますよね。うん、だって、検証に検証を重ねて、一個一個の芯を取っていってるわけですからね。そうですよね。 えー、アングル変えて何度も何度も撮ってるわけですからあの <coughs> そこに自覚的じゃないなんてことはありえないわけでねそのいやなかなか恐ろしい映画だなと思いますうんう、うん、だからどうしてもエポックなキャリアの中で俳優さんってある種大きな キャリアの転換点になるエポックの発見に出会うと、そのイメージっていうものを、まあ、プラスマイナスのバランスを取るのは難しいと思うんですけども、まあ、生かした方がいいし、生かさざるを得ないんで、た時にそれを反,反発するということで、えー、逆にそれを強調してしまうということがあり得ますね。うん、それで言うと、つまり、プリティ・ウーマンの呪いみたいなものが、まあ、あったとして、プリティ・ウーマンは映画だと思いますけども、まあ、呪いがあったとするし、 まあ非常に難しい入れ子な役柄なわけですよね。本人ともあの少しこうタッチしてしまう設定ですよね、はい、アナ・スコット。アナ・スコット、そうですね。で、それをじゃあ、どう、どのぐらいの,あの肌感で、皮膚感覚で表現していこうかっていうときに、はい、<laughs> まあ、いや、これはだから結局、スタイリストもヘアメイクも全員グルじゃねえかっていうね。<laughs> <laughs> すごいですよね。これすごいなぁと思って、もう、あの、あの服と、あの服と、サンダルっていうのかな、ちょっと足元、うん。そうですね、足元と。あと、髪ね。髪の毛がね、そうですね、うん。うわーっていう、あの、いや、本当にあの髪の毛先の余裕のなさみたいなのなん ちゃんとしようとかんと、普通の人っぽくなろうとかんと、でもちゃんとこう<う>お金かかってるのと、でも余裕ないんですよね。ないっていう、うん。着飾ってる余裕はないんですよ。な<い>で、その気もないっていう。だから、実はあの場面が初めて、その、ある種、あのなんだろうな、本当のラブシーンというかね。そのああ、そうですね。うん。本当のラブシーンだ、ね。これ<や>はすげえなと思って。<も>そうそう。 すごい。おかいい、ね、だからもちろんその後のね、あのー、どんどんぐいぐいいく展開っていうのは、それはもちろん、あ,ある種の,そのピタゴラスイッチ的な高揚感はあります、ね、<laughs> <laughs> まさにね、ピタゴラスイッチっぽかったですよね。そうそうそう。ただまあ、それはあの、ね、インディ・ジョーンズでいうとこのね、あのテーマ曲かかるような感じみたいなもんだから、それはもちろん楽しいし。 ワクワクもしますけど、こんなもんを見,見,見せてもらえる映画だと思いませんでしたっていうシーンになってたってことですね、その前のシーンがね。だから、そうかと思ってね、結局ここなんだなと、ここに勝負仕掛けに行ってんだなっていう、うんうん、そこがみん,みんなグルーだったっていうのが痛快でしたね。そうですね。素晴らしいですよね。素晴らしいですね。素晴らしいですね。<わ> でしかも何が素晴らしいって、その仕込みに、なあ、そんなに見てる人を不快にはさせないんですよね。その、あのー、普通に楽しく見ましたよと、うん、そんなでしたっけ、あそこのシーンって言われても気づかないっていう人も当然いるっていうね。ここの加減が、まあ、絶妙なんですよね。その、こう、楽しんでる人を嫌な気分にさせるってとこまではやってないっていう、その、うん,うんうんうん。そうそうそう。 これはね、もう, <laughs> もう、デックですもん、なんか本当にん。すごい、大好物の映画だったんだっていうのに気づいたっていう感じです。そうなんですよね。どうしてもその表層が、その、チェーン店っぽいというかね、その。そうですね。ワ、まあうん、ーキングタイトルのは見ようみたいな感じの流れもあの当時は人気であったし、そういう流れで見たような覚えもあるんですけど、 いや毎回なんでジュリア・ロバーツこれ見ると好きになるんだろうっていうのも,もう今日は正体を見たりって感じでん <laughs> なんか思ったより個人商店だったっていうかね。あのそうですね。いやいや、やられたっていうね、うん、あの感じはありますよね。うん 今日、帰り伝えに行って、なんか、レンタル落ちが DVD 売ってないかなって、ちょっと行ってこようかなと思って。そなのもう、早く、早く行かなきゃって、ちょっと思って、ね。なんか、どこにでもありそうな印象なんですけどね。意外とないんですね。うん、だから、面白いですね。ブリジット・ジョーンズは多分、あの、1000円ぐらいのブルーレイが並んでんのかなって思うんですけども。ああ、そっか。 あのま、ラブアクチュアリーとかね、あんのかなと思、同じ脚本家ですけどもあの、ノッティングヒロってね、あの後から出たんですよね、ブルーレイが。で、だいぶ後に出て<う>で、それに吹き替えが入ってなかったんですよ、でそれで僕ねあの、見送ったんですよね、圧倒的に吹き替えっていうか、まあ、正確に言うと、ノッティングヒロの恋人って、僕、吹き替えでしか見たことがないから、<laughs> あの英語でどういう意し,してるさっきからずっとジュリア・ロバーツって言ってんだけど、僕は戸田恵子のこと言ってましたからね。<laughs> <laughs> 半分は戸けこの。半分は戸だこの。そかそっか。いやいや、そうそうそう。まあでももちろんその表情とかね。そうですね。呼吸っていうのは吹き替えられてても伝わってきますからね、もちろんう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 ん。だから。いや。すごい。ジュリア・ロバーツすごい。そうでしょうねっていうね。めちゃくちゃスリリングな今日の講座でした。そうでしたね。終わった。 まあ、あとはだから結構具体的な技術の話でしたね今日はね。うん、そうですねあのそれはあの脚本家さんの個性っていうよりもあの,あの人もクリアしているエンタメ書く時のプロの技術っていうことですよね、うんで。それはニュアンスじゃなくてかなり具体的な話をしたと思うんですけどもその、はい、ある種の,そのシステマチックなその手法も含めてですね。その 時間の使い方ですよね、やっぱりね。結局、干渉者の認知と情動っていうものを、あのそ,それも込みっていうか、それも最大限武器にしなければ、あのもったいないわけで、でそうすると、その実はその1から10まで全部打ち出せなくても、2とか打ち出し方しても、向こうがそれを8とか9とかにしてくれると、干渉者の、うん、やり方がやっぱりあって。 うん、でそれは結局時間表現の芸術ですからねその時間自分が取ってるんで当然今よりも前に仕込んだものは今の方が結果が出るし後の方がもっと出るかもしれないしということの繰り返しでしかないわけで,でそうするとそれがその記憶っていうものを見てる人の記憶っていうものをまあどうやって使っていくのかでそこにその変化の体感とかうんうん、うん。 つまり比較することでその対比っていうそのものが呼び込まれてええー、類推っていうのもあるし確信を持つってこともできるっていうことですねうね、うんうん。だからどうしてもそこがあのー、こうなんでしょう一生懸命没入して書いてるときにまだそんなに慣れないで書いてると分かんなくなっちゃうときがあるわけですね。だからその 書いてる最中は分かんなくてもよくて、書き上がってからでいいんです。書いてる最中はのぼせつついいと思うんですよんで、一旦書き上がってから、あの、うん、あの、そのね、直すって言葉があんまり良くないんだと思うんですけど、まあ、いじると言いましょうかね、うん、その、あの、まあ、ブラッシュアップをするというか、はい、ということで、の時の指針になる、あの、特に2幕の考え方ですよね、今日後半に言ってたのはね。はい 二膜ってやっぱりね、慣れないとね、がんなんでね、あの、本当に、あの、みんなそこでつまずくわけですよ。その、まあ、脚本家死亡者の人、たくさん指導してきましたけども、二膜は怖いよねって、まあ、なるわけですね、うん、そのう、だから、じゃあ二膜をなんでシドフィールドは前半後半に分けた方がいいって言ったのかっていうことの、 まあ本質的な意味は今日言ったようなことにもつながあってくると思うんですよね。そこにはやっぱりその時間というものの概念や感じ方が映画を見てる最中は理屈じゃないんで見てる側は本物語に没入してるだけなんですけども没入しているから気づくこととか没入してるから見落とすっていうこととかも、まあ、全部利用できるよねと。ナビーム。活用しないといけないよねっていう。 ことが一つのののの表現として言ったのが今日のあの後半の手法なんですよ、ね、そ,そうそうそう。だか。そうそれは一発目書いてるときにそういう仕込み方をする必要はなくて、なのでうん、あとで整理していくときに、ちょっと後ろすぎるなって言ったらちょっと合わせてみるとそ,うそうですよね、合わせるっていう。そういう観点に立ってみると、驚くほど効果があるっていうことを。 そうとは知らずに今日の映画を見てきた方は、あの説明で多分いろいろ腑に落ちたと思うんですね。うんうん。落ちたと思いますね。はい、わざと、その、いわゆる、その <coughs>、反復モチーフも含めてですけど。はい。そっかそっか。うん。いや、割と王道なんでね、うん、反復モチーフとかはね。うん,うんうんうん。というようなね、今日は本当にガチな細かい。<laughs> ガチでしたね。<laughs> 今日、今日思うか。 今日もガチでしたこの講座当初はねもうちょっとライトなイメージう。フロット講座がガチすぎたからちょっとこう息抜きも兼ねたこう、うん、エンタメ映画を見てきてもらってうん、うん、面白いよねみたいな感じみたいなことを当初もくろんでたはずだったんですけど、はい、結構ガチになってまいりましたみたいなね。<laughs> でも今日はあれですよ。今日、ああ、面白いと思ったのは、その、いっぱいこう、こう類する映画をこう上げていただいたじゃないですか。はいはいはい、うん。どん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 こう。企画の分岐ってやつですよね。分岐、企画の分岐についてのことですよね、うんあの。あそこのこう、並びというか出てくる、出てくる感じが、うん、が非常にこう、ある種これまでの講座になくった感じの、<laughs> なんかね、楽しい感じというか。ああ、玉降る感があったかもしれませんね。ああ、そうかもしれない。もしかしたら。非常にありましたね。うん。なんだろうすごく分かりやすくて、楽しみながら形が分かっていく感じですかね。形式のその流れですね。ねチャットでもね、突っ込まれてましたけど、つまり、そういう横断の仕方っていうんですかね。ジャンルの横断っていうものを、 まあ、というか、ジャンルとして見ないで、その、物語の、そのなんて言うんでしょうか。まあ、近似性というんでしょうか。うん、構造の近似性というかね、その抽象化して、うん、つまりその設定とかじゃないよって話なんですよね。設定とかじゃいなの話をしてるわけじゃないっていう。でそういう風に見ていくには、やっぱああいう捉え方すればいいんでしょうかっていう質問がありましたけども、まあ、そうかもしれませんね。だから、あのー、 もしなんかそれこそさ参考になるような話ができるかなと思うのは、あの時間軸にあれも乗っ取って話してるっていうことですよね、あの気づきに。つまり、全く関心がなかった世界のものを後から紐解いている。まあ、つまりね、歴史あのを紐解くような認識の仕方をしているわけではないっていうことなんですよ。その、歴史学者的な。 ことじゃないんですねそのあのどちらかというとさなかに感じてきたことっていうものをあのー、整理しているっていう感覚に近いわけですね。だからそういう意味ではそのあのー、そのその自分が気づいていった時間とかあそこまで整然と理路整然と当時説明できたわけではもちろんないんですけども。あのー 言語化できないけど感じていたことっていうのを順に今日の分岐の話をしてるんですよね。うんそ<の>、うん、なるほど。後から資料を調べたらこういうことらしいっていうのを時間軸に合わせるように話してるわけではないんですよね。ここ自体デてひなるだと思うんですよ。はいうん、だからそういう意味ではもしそういう過去の記憶がない方の場合は今からその 流れを作っていけばいいいけばんだと思いますしもし、うん、あの自分ご自分が子どもの時に感じていたある違和感やある共通項なのではないかというまあえ疑いや期待、うん、<laughs> やそういったようなものの感情を思い出すことができるのであれば、あのー、その一般論としてこういうものを押さえておいた方がいいとかじゃなくてご自分史の中でご自分歴史の中での 変遷っていうものを整理される方が、もしかしたら吸収できるものは多いんじゃないかって気がします。うんうんうん確かにそうですね。うん、だって、そうなんですよ。結局のところ、10代の頃に、あのー、実感してきたことを今日整理してるだけですからね、今日の話っていうのは基本的に、その、あの要は、それを、その、あんま長くて前だから積んでこう、それにしては結構な量を消化しちゃいましたけど。<laughs> あの結構ありましたけどね。そうですね、ま。っていうふうなことなだけで、で、そんな話をしてたら、ちょうどこの間、ハリー・スタイルズの PV 見て、うんあのそ、そこにまだ息吹があったっていうようなね、話になりました。そうでした。面白、うん、かった。うん、だから、そういうそのデータとして、そういうのってどこに書いてありますか的に探すのは結構大変かもしれないなと思いますね。あのあ、そう思います、そう思います。 よ。<通>な,なんらそこにそういう物語性があるということに価値を見出すことが多分商業的営みとして成立してないからですよね。つまりそう,そういうことをその本にまとめればあの買,買う人がいっぱいいて儲かりそうだねっていうことじゃないことを今日言ってるから <laughs> そ,そうするとそれをわざわざやろ,やろうという作家さんもいないし。 出版パもいないっていうことになるんで、<laughs> そうすると、あれは事実上どこに行っても載ってない話になっちゃうんですよね。だからそういう意味ではその、お一,一人お一人の自分の歴史の中であのからピックアップする方が、多分吸収は早いんじゃないかというふうに思いますけどね。そうですね、実感できますしね。そう思いますね。あれとこれは一緒だってこういうふうに思いたいとか。 思わないとね、うん、つまんないですからね。と思いますね。うんうん、確かにというようなね感じでしょうかね。あのそのその企画の分岐の話で言うとね。うん、はい。いや、まあ結局、企画がねあので。企画が大事。うん、大事です。企画が全てとは言いませんが、あのうん、企画が、企画次第になってしまう部分が大きいということですよね。そ,のそうですね。うんうん やっぱそのまあ、これはもうしょうがないですよね。大中小とこう物事のシンプルな流れですよね。うん。うん。だからそれはやっぱりどうしてもその企画に構造は依存するし、構造に構成は依存せざるを得ないしという,ということになってしまいますからね。うん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 、だから企画っていうものを意識するっていうような、まあ、意識して見るもそうだし、 まあ、漫画家さんの方も、ご自分で描こうと思うアイディアを、まあ、一枚の絵から思いつ,ついて広げるのも、そ,それが得意な方でぜひと思うんですけども、どういう絵が入りうる企画なのかっていう、その、比較、はい、がこうだからこういう絵が浮かんだっていうふうに、ちょっとシフトチェンジするだけで、はいはい、あ、そうかもそうかも。まあ、なんか考えやすくなるかもしれないですね。そんな気はします。だって、うん、有名な女優と、あの、凡庸なその姿勢のおっさんが、 声をする話っていうのだけではああはなんないわけじゃないですか、その。<laughs> うん、だけど、それがなければ今の出来もないわけで。はいはいはい。ってことなんですよね。そうですね、だから、なんかそういうの一個一個こう考える癖みたいなのをつけていくといいのかもしれないですね。自分の作品もそうだし、見たりについても。おそ,らおそらくそうだと思います。だから、多分そこが本当は一番いいのは、その、 あのいろんな人とね、ガヤガヤ話せればいいのかもしれないですけど、でも、話す方が合う人もいるし、一、うん、人で考えた方がいい人もいるわけでそ、その人の特性だと思うんですけども、僕は今、今日結果的にめちゃくちゃ喋ってますけど、よく考えると、16だか15だかのぐらいの時に、あの毎週金曜日の夜にテレビ朝日で、勝負頭痛で見て、その、 あのアメリカのボックスオフィス何位だったんだみたいなぐらいしか情報源がない中で、悶々、うん、と頭の中で反数してたことをしつこく覚えてるっていうだけのことですからね、あの今日なん,うん,、うん、んそれを今の感覚で整理してお伝えしてるということにすぎなくて、本質はあの17、8の8 16、六7の。うん やっぱりそこが僕はと大事だと思いますよ。あの、本当に。あの、どうもプロとしてやっていこうとするときに、幼かった頃の高揚感みたいなものは、うんうん、どっかね、置いてこなきゃいけないんじゃないかみたいに思ってらっしゃるんだったら、全然逆だと思いますけどねっていう。そうですね。それはいつも三宅さんおっしゃってくださるから、本当なんですよ。うん、そこは本当にそう思いますね。そう思いますけどね。うんうん,うんうんうん。 って覚えてますからね本当にこう昔ののうううううの頃覚えてるはずだと思うんですよ、やっぱり。うん、だってそれが原点というかね、知識みたいなふうにして入れたものじゃないから、結構溶けてるんですよね、体そうだと思いますね。だそれにたまにちょっとね、あのちょっかい出して引き出すっていうような遊び方ですよね。こういうのが意外といいのかもしれないな、つって。 俺のつってもう一回見よう。帰ったらもう一回ジュリア・ロバーツに会いに行こうと思います。ああ、いいですね。<ー>僕はちょっと戸田恵子にじゃない。<laughs> 戸田さんがうまいんだ。ああ<ー>。本当にもう。見よう。井上さんもうまいですけどね、うんうん。素晴らしいと思います。 いや素晴らしいでした。今日の講座も素晴らしかったです。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、もう本当にありがとうございます。残り2回ですけど。あと2回ですね。もうあっという間ですけど。あっという間ですが。はい。引き続きよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。うますどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。